Fireタブレット 顔文字。記号タップ。再下段で顔文字をタップ。左端のキーで文字入力に戻る。二段目で顔文字の種類を選べる。顔文字の一覧。上へスワイプすると、他の顔文字も選べる。タップして顔文字を入力する。
ンをタップ。次回の動画を見るためにチャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe to my channel.